皆さん、こんにちは。家ではテレビ、電車ではスマホ、職場ではパソコン。このように四六時中スクリーンを見つめている生活は、この時代に多くの人が抱えている問題です。そこで今回は、目のために直すべき悪い癖についてご紹介します。1、目をこする。そろそろ花粉も飛んできて目がかゆくなりますよね。たまにこするくらいならいいんです。ただし、強くこすりすぎたり頻繁にこすってしまうと、ずっと残ってしまう傷を作ってしまう恐れがあるそうです。こすりすぎは目の繊細な血管を破り、指の細菌を目に移し、血流を崩し、最終的には神経障害につながることも。さらには角膜が薄れる可能性もあるそうなので要注意です。2、画面を見ている時間が長い。画面からなかなか離れられないのが現代。でも可能な限りその時間を短くしてあげるのが、目にとっては一番嬉しいことです。1日3時間以上パソコンの画面と向き合っている人は、全員コンピューター依存シンドロームを抱えているそうです。せめて画面の明るさを調整したり、20分ごとに目を休めて目をいたわってあげましょう。3、タバコを吸う。タバコは体全体に被害を及ぼすものです。目ももちろん被害を受けるうちの一つです。タバコを吸う人は、目の真ん中の層ブドウ膜に危険をさらす、ブドウ膜炎にかかる可能性が2倍にも跳ね上がります。さらに喫煙者は網膜にダメージを与え、失明してしまう糖尿病性網膜症にさらされるリスクも高いそうです。喫煙者はこういうリスクがあることもお忘れなく。4、ビタミンを取らない。総合的に健康でいるためには、健康的な食が欠かせません。人参は目にいいなんて聞いたことありませんか？これは目の健康にいいとされるビタミン A が豊富に含まれているからだとか。さらにはビタミン A のみならず、 C や E も目にいいそうです。超掴んで目を守っていきたいのなら、これらは十分に摂取しておきましょう。5、目の保護を怠る。私たちの目は非常に繊細な器官だからこそ、ちゃんと守ってあげないといけません。例えば泳いでいるとき、熱い油で調理をしているとき、芝生を刈っているとき、化学薬品や尖ったものを扱っているとき、このようなときは十分に目を保護してあげましょう。6、古いコンタクトレンズを使い回す。コンタクトレンズの種類が何であろうと、処方箋に記された時間を超えての使用は控えましょう。コンタクトレンズは規定の時間を超えて使用していると痛みが生じたり、視界がぼやけたり、充血したり、血管が必要以上に膨らんでしまったり、目の角膜潰瘍が生じたりとリスクがたくさん。規定の時間を迎えたら外すことで、これらの症状を防ぎましょう。7、サングラスをかけない。太陽を直視しちゃいけないことはすでにご存知でしょう。でも実際、夏に目に気を使ってサングラスを使用する人ってあまり多くないように思います。太陽の UV 光線を浴びすぎてしまうと、
白内障や癌になる恐れがあります。長時間外出する際にはサングラスを着用して目を守ってあげましょう。8、古いアイコス目を使用する。あんなにとんがったものを目に近づけるなんて危険としか思えませんが、女性である限り完全には避けて通れない道です。メイク自体にはそこまで問題ないそうですが、古い化粧品を使うのはタブー。ロチェスター大学のメディカルセンター曰く、アイコス目で失明した人もいるそうです。まつげにつけるマスカラなんかは時を経て菌をかき集めてしまうため、古ければ古いほど汚いということを忘れないでください。ふう、眼科の定期検診を受けない。そもそも眼科に行ったことがない人も多いのでは。確かに特に問題がない限り眼科に行く必要なんてないと思ってしまいますよね。ですがどんな体の部位とも同じようにやっぱり定期検診を受けて損はなしです。検診頻度は年齢によって異なるでしょう。65歳以下なら2から4年に1回、65歳以上なら1から2年に1回を推奨しています。10、すぐ目薬に頼ってしまう。ドライアイや充血には目薬が効きますが、そればかりに頼っているのも良いとは言えません。使いすぎは体内吸収につながるため目に悪いそうです。どんな目薬を使用していようと片目に点滴するのは1回までに抑えるのが基本です。それ以上必要な場合は一度眼科に行って見てもらいましょう。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。